おはようございます。いかがお過ごしですか？2月10日の誕生花はヒマラヤ雪の下。ヒマラヤ雪の下はヒマラヤ原産の雪の下かヒマラヤ雪の下属の常緑多年草です。丸く肉厚で大きな葉っぱと赤紫の太い茎が独特で、花の少ない季節に赤やピンク色の花を咲かせます。葉は10センチから20センチ、幅10センチほどのキャベツに似た形をしていて、螺旋状に茎につきロゼットを作ります。ロゼットとは地面から直接葉っぱが生えている状態で、タンポポを思い浮かべてもらうと分かりやすいでしょう。春にピンクの花がたくさん、週3果樹をなして美しく咲きます。耐寒性が高く育てやすい植物です。一度庭に植えるとほとんどほったらかしでも元気に育ち、毎年春の訪れを教えてくれます。厚みのある大きな葉っぱは丈夫で、一年を通して緑色を保つためグランドカバーに最適です。花言葉は順応。どんな環境でも元気に育つ、その生命力の強さに由来します。今日お誕生日のあなた、おめでとうございます。今日も素敵な一日でありますように。津田翔子でした。